僕はすぐ宿根帰りますから。おう、どういうことどういうこと、22日までしか日本にいない。はい、大丈夫です。マジ？マジ？マジ？え、帰っちゃうの？帰ります。その一言で全てが分かった。日が沈み出した空と君の姿、フェンス越しに重なってた。初めて会った日から僕の心の全てを奪った。どこか儚い空気をまとう君は寂しい目をしてたんだ。いつだってチクタクとなる世界で、何度だってさ触れる心ない、言葉うるさい、声に涙がこぼれそうでも、ありきたりな喜び、きっと二人なら見つけられる。騒がしい日々に笑えない君に、思いつく限り眩しい明日を、明けない夜に落ちてゆく前に、僕の手を掴んでほら、忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も、抱きしめたぬくもりで溶かすから、怖くないよ、いつか日が昇るまで二人でいよう。じゃあまたね、ありがとうございます。実は、はい、僕はすぐ宿根帰りますから。おう、はい、今月の22日までだけです。どういうことどういうこと、22日までしか日本にいない。はい、大変だった。マジ？マジ？え、帰っちゃうの？帰ります。多分今最後かもしれないですけど、あれ、これ CD 渡したっけ？あ、 CD もあります。あれ、これ渡した？こっち渡した？こっち渡した？あります。これある？あります。本当か？わかりました。はい、あります。なんか入りたいって。だからここに入りたいです。鎌田さんに、ありがとうございます。なんか、すいません、つまらないものですが、え、何？受け取ってもらえると嬉しいです。え、何？ T シャツなんですけど、かわいい。あの、これ僕の町の名前です。へー、あー、なんと、なんと、まあ、ありがとうございます。めっちゃありがとう。これなんて、よやカルタです。よやカルタ。え、めっちゃ嬉しい。どうしよう。マジ？あ、ね、マジ？知らなかった。これも。あ、よかカルタ。本当だ。ちょっとこれ今度来て歌うわ。ちょっと。ありがとう。これマフラー？マフラーというか、なんかサッカーのスポーツのやつですけど。めっちゃ嬉しいよ、ありがとう。ありがとうございます。なんか、高い。僕の鉢ですけど。今日つけて帰っていい？これ嬉しいです、つけたら。めっちゃ嬉しい、ありがとう。こちらこそ、ありがとうございます。全然さ、はい、最後だって気づいてなかったからさ。マジ？いや、今チャンスかなだと思いましたから、ここに来たです。いやいや、いつもお邪魔してばかりなので、僕は全然よ、全然。なんか申し訳ないですけど、ね、21は難しいもんね。そこまで行きることはできる。あ、いいです、いいです、いいです。ごめんね、本当に。いや、え、マジか。日本に次来ない？もう来ないか。また来たいですけど、
コロナですからね、多分なかなか落ち着いたら、ね、行くことができないですね。なんだろう、マジか。ちょっと時間もちょっと早く気づいてたら私一緒にやりたかったな。ちょっと今日はね、もう行かなくていいです。ありがとう。いや、なんかすごい、ありがとう。なんか一緒に最後写真撮りたいんだけど、はい、私も食べたいですけど。ぜひ、それはしよう。だったらお友達も含めて。もし時間があれば僕の国へ来てもらいたいですけど。行きたいね、行きたい。行きたい。まだ行った方あるでしょ？インドネシア。インドネシアね、行ったことないの。行ったことないんだけど。ぜひぜひ。ハンスチアン、あ、ちょっと誰が教えたの？普通に配信でやってた時にあのみんなが教えてくれて、インドネシアの方多くて、あ、だから曲もね、もしもまたいつか僕らが出会うなら、いや、僕も国に帰ったらぜひ僕の街でロジョライブをやりたいと思います。やろう、一緒にやろうね、一緒にやろう、本当に。じゃあぜひちょっと写真撮って、私はもう行かなきゃいけない。悲しみよりもっと大事なこと